ロサンゼルスで行われた組合員と支持者によるストライキ2007-2008年全米脚本家組合ストライキはアメリカ合衆国の脚本家が2007年11月5日に結構した19年ぶりのストライキ東部全米脚本家組合と西部全米脚本家組合の組合員約1万2000人がインターネット配信や他の新たな媒体によってもたらされる DVD 利益配当の大幅増を呼び映画制作での正当な報酬を受け取る権利を求めて全米映画テレビ制作者協会に対して行った。1988年に全米客本家組合はビデオテープやレーザーディスクなどの新しい媒体で映画やテレビ番組が販売される場合の再利用料を求めた。 これに対して、全米映画テレビ制作者協会は未だ、ホームビデオ市場は未熟で製造コストも高く、組合が要求する再利用料は払えないとした。当時、映画のビデオは40ドル100ドルの間で、販売されていた。ホガは、最終的に100万本までは総収入の0.3%、100万本。 以降は0.36%の報酬を受け取ることで合意した。その後20年の間にメディアは目覚ましい躍進を遂げた。ホームビデオの市場規模は拡大し、DVD 価格は劇的に下がったため、ほがは契約の見直しが必要と考えるようになった。全米脚本家組合は DVD1 枚あたり作品使用料を現行の 約4セントから8セントへ、またネット上での作品使用料は1ドルあたり2.5セントを、脚本家に支払うよう要求した。全米映画テレビ制作者協会は製造コストは、安くなったものの、高騰する、制作費やマーケティングにかかる経費によって、要求を飲めば採算が取れないとして、現行維持を求めた。 全米脚本家組合と全米映画テレビ制作者協会との話し合いは2007年の夏頃から続けられていたが2008年6月には映画俳優組合と全米監督組合との契約更新を控えているアンプトップはホガの条件を飲まずホガの情報は一切しないとして3年契約の期限である2007年10月31日に なっても交渉は激化したままだった。11月2日には、ホガが満場一致でストライキ結構を決定。その後最後の契約更新交渉となった11月4日の話し合いも折り合いがつかず決裂し、ホガは11月5日に全面的なストへと突入した。2007年11月5日、 約3000人の西部全米脚本家組合員のほか映画俳優組合や国際トラック運転手、組合員等がロサンゼルスにある14のスタジオでデモを行った。ニューヨークでは東部全米脚本家組合員がロックフェラーセンターなどの場所でデモ行進を行った。11月9日、ロサンゼルスにあるフォックススタジオ前にて大規模な集会が行われた。 約4000人のウゴメンバーと賛同者、及び相当数のサグのメンバーが集まった。11月16日、ホガと全米映画テレビ制作者協会は共に双方が11月26日に正式な交渉を再開することに同意したとの声明を発表した。11月29日、アンプトップは新たな提案をホガに申し出て大幅な歩み寄りを見せるも、 ホガはこれを不服として、交渉はまたもや決裂した。2008年1月19日、アンプトップとホガは正式な交渉を再開する、よう努力することに合意。2008年2月9日、午後2時に、ニューヨークのクラウンプラザホテル、午後7時に、ロサンゼルスのシュラインオーディトリアムでホガによる、大規模な集会が開催された。 小賀上層部は集会でアンプトップ側の新たな提案条件を組合委員に説明、同時にストライキを集結するべきか48時間の投票を行うと発表。2008年2月12日、投票の結果、92.5%の組合委員がストライキ集結を支持し、同日正式にストライキが終了した。3ヶ月以上続いた。 米客本格見合いストライキは2008年2月12日正式に終了。結果的にハリウッド過去20年の中で最も大規模なストライキとなった。争点となっていたインターネットにおける二次使用料についてはテレビ制作者協会が最初の2年間は最高1200ドル前後の報酬を支払い3年目以降は 配給収入の2%を支払うという老使契約案を承認することで落着した。新契約は2011年5月に無効となる。ストライキにより、真っ先に、テレビのトーク番組が被害を受けた。CBS、ABC、NBC、FOX の4大ネットワークの人気トーク番組が、次々と収録中止に追い込まれ、各放送局は、 過去に収録した回の再放送を行った。また夜の人気トーク番組の視聴率がのきなみ加工し、その後も人気テレビドラマシリーズや対策映画の制作が次々と延期された。長引くストライキは雇用にも影響し、1月初旬にはアーナーブラザースは1000人の社員を一時解雇、その他のスタジオも契約している。 脚本家やプロデューサーを次々と放出した。2008年1月7日に予定されていた第65回ゴールデングローブ賞と第34回ピープルズチョイスアワードの授賞式はストのため中止。第80回アカデミー賞は受賞式前にストが集結したため影響を免れた。ロイター通信はテレビ番組や 映画の制作が集中するロサンゼルス軍が被った、経済損失は20億ドルに上ると推計し、ロサンゼルスタイムズ誌は32億ドルに上るとしている。2008年6月5日、米シンクタンクのミルケンインスティチュートは、ストライキの影響が2008年末まで続き、37,700もの職が失われ、損失額は21億ドルになるだろうと報告書に、 発表、各業種の損失額は、情報、レジャー、宿泊業が2億8230万ドル、サービス業が3億6670万ドル、運輸、通信、公益事業が3億1140万ドル、金融、保険が3億2780万ドル、教育、医療が9860万ドルとしている。ありがとうございます。